狩りに来たのに、こうもお肉が手に入らないなんて。これじゃ元気も出ません。やっぱり例の件が解決しないと、すっきりしないんでしょうか。次はどうすればいいと思います？ に乗ってくれそうなのは、アルミンとかクリスタあたりですかね。ん？あれ？ここはどこでしょうか。今、私たちが森のどの辺にいるか分かりますか？迷ってしまったようですね。まずいですよ、これは。 方角がわからないまま動くのは危険です。森なめたら死にますよ、あなた。もし森の奥に入り込んどったら、凶暴な獣がいてもおかしくないんやから。ここは注意して進まんと。あっちの方向に日が沈んでるっちゅうことは、方角が荒野かな。よし、 帰りが遅いから心配したぞ。大丈夫だったのか。もちろんやってんけど、私が森で迷うなんておばんげねえことをしてもうた。ちゃんとせんといかんね。あっ、森で迷ってしまったんですが、なんとか抜け出せました。心配をかけてすみません。<笑>おい、 話しかけて注意を引いてくれ。 お前、まだ私に恩を返しきってないだろう。つべこべ言わずにやれ。何か用か、新兵。ん？この音。 なんだお前は。待て、逃げるな。あ、おい、君大丈夫か。待て、あいつに逃げられたじゃないか。
お互い捕まらずに済んだみたいだな。いや、危なかった。助かったんだからいいだろ。細かいこと言うなって。ま、礼は言っておくよ。お前のおかげでうまく逃げられたんだからな。手紙の返事書こうとしてるんだけどよ、真面目に書こうとすると意外とやりにくいもんだな。ところで俺は立体軌道には結構自信があるんだが、お前の目から見て他の技術はどうだ。僕精神派やめろよ。分かってんだ、調査兵団で生き残りたいならもっと鍛えなきゃダメだって。お前はいつの間にかだいぶ実戦経験を積んだみてえだな。差をつけられちまったか。なあ、お前と一緒の任務に行けるよう上官に掛け合ってもいいか。巨人の討伐経験を積んでおきたいんだ。実戦慣れしてるお前がいてくれれば安心だ。いいだろう。そう言ってくれると思ってたぜ。決まりだな。まあ、あんまり面倒はかけないようにするからよ。頼んだぜ。俺がやるんだ。Yeah.
Yeah.
なきゃダメなのか。任務は無事終了だ。お前、俺の教えた通りに立体起動できてたじゃねえか。俺もお前の戦いぶりについていこうと必死にやったおかげでだいぶ実践になれることができた。それにここでくたばるわけにもいかなかったしな。母ちゃんに手紙の返事が出せなくなる。とにかくお前がいてくれて助かった。礼を言っとくぜ。いたよ。絵を描いてきてくれたんだな。どうだ、うまく描けたか。そうか、それでいい。とにかく見せてもらおうか。うん、よく描けているな。まさしくエルヴィンの言った通りだったな。君は実に絵がうまい。芸術の域に達しているよ。激戦を終えた兵士たちの様子がよく伝わってくる。倒した巨人たちの不気味な姿もな。君のことが気に入ったよ。いつか私の芸術作品を見せてあげてもいい。楽しみに待っていてくれたまえ。とはいえ、その作品の完成は
私の夢が叶った先にある。着々と準備は進めているが、まだ時間がかかるだろう。私の作品を君に見せられるその日まで、お互い生き残れるよう最善を尽くそうではないか。手間をかけてすまなかったな。これからの君の不運を祈っている。 A real hero will always find a way for justice to be served。してんのか。いいよな、自信持ってそう言えて。俺なんてトロストク奪還作戦の時、巨人と戦って分かったんだ。俺兵士なんかには向いてねえ。もうやめちまいてえよ。ったくよ、ラズ、お前のそのネクラで卑屈な性格、ほんと気に食わねえ。なんだよユミル、聞いてたのか。何か俺に文句でもあんのかよ。大ありだ。やめたきゃさっさとやめりゃいいじゃねえか。自分の命がかかってんのに、それすら自分で決められねえのか。そんな兵士に守られてえやつなんているかよ。もうユミルったら、いつも言いたいことばっかり言っていなくなるんだから。ユミルは不器用だから、あんな言い方しかできないだけで、本当はもっと違うと思うの。なあ、もしかしてユミルのやつ、俺を励まして生きやがったのか。誰か来るぞ。そこの中東兵、ちょうどいいところに。頼む、今度巨人の討伐任務に行ってもらえないか。壁を警備する人員が足りていないんだ。最近壁の近くに来る巨人が多くてな。いやですよ。勘弁してください。何のために。俺だって、俺は家族を守るために兵士になったんだ。これくらいなんてかと。やっぱり来い。なあ、一緒に任務に参加してくれよ。無理か、お前調査兵だしな。調査兵団から人手を借りる許可をもらっている。そこの調査兵、お前にも手を貸してほしい。本当か？お前が来てくれるなんて心強いよ。お前がいたら生き延びられそうな気がする。
俺巨人に食われたかねえよ。上が止まらねえ。いや、そんなんじゃダメだ。巨人なんて怖くねえ。怖くねえ。怖くねえ。やっぱ無理だよ。頼むから俺のそばから離れないでくれ。ありがとうな。おかげでなんとか帰ってこられたよ。お前が来てくれなかったら今頃俺は考えただけで気持ち悪くなってきた。俺これから一度実家に帰ろうと思うんだ。死ぬかもしれねえって思ったら急に家族の顔が見たくなって、まあすぐ戻ってくるよ。
少し話でもしていかないか。例の任務、手を貸してくれて助かったぜ。戦果もバッチリだ。今まではよ、巨人を目にするたび、カルラを食った巨人に出くわした時の恐怖が頭をよぎってたんだけど、今度こそ俺でも戦えるって気になってきたぜ。お前のおかげだ。俺は二度と巨人から逃げたりしねえ。エレンたちに失望されるのはもう5年だからな。おお、それはまあそうだが、あの時エレンとミカサだけでも連れて逃げられてよかったと言っていいのか。とにかくこれであとやることはカルラを食った巨人を見つけ出してぶっ殺すことだけだ。あいつの顔は今でもはっきりと思い出せる。忘れはしないよ。気持ちは嬉しいが、これ以上新兵のお前に面倒をかけるわけにはいかねえな。今の俺ならあいつに十分立ち向かえるはずだ。もしあったら必ず。おっと、今回の件改めて礼を言っとくぜ。ありがとな。もし何かあったら次は俺を頼ってくれ。一応駐屯兵団の部隊長だからな。力になれることがあればいつでも言ってくれよ。何か提案があるか。意見があれば。どんな状況でも冷静に対応できていたようだし、君となら今後一緒に組むことになってもうまくやりそうだ。肝の座り方は新兵とは思えないくらいだったぜ。お前はやっぱり調査兵団の兵士に向いてるんだよ。そうだろう。偉大な先輩がいてよかったな。ゲルガ、少しはこの子の謙虚さを学んだらどうだい。まあ、とにかくお前が将来有望なのは分かった。これからも死なねえように頑張れよ。仲間と協力してしぶとく生き残ってこそ優秀な調査兵になれるからね。よし、今日の講義はここまでだ。さあ飲みに行くぞ。おい、お前もつけ。また言ってるよ。
いよいよだな。緊張してきたぞ。今回の任務さえうまくいけば、我々の立てた仮説を実証できる材料が揃う。ああ、これは私たちの研究をみんなに認めさせるいい機会だ。しかし、よかったのかい？今回の任務はこの間の捕獲任務よりさらに難しい。およそ新兵向けとは言えない。一歩間違えば巨人に食べられてしまうかもしれない。部下をつけることもできないし、やめるなら今のうちだよ。そうか、ありがとう。君は私の自慢の助手だ。まだ時間がありそうだな。せっかくだし、改めて巨人研究の意義を君に伝えておこう。調査兵団は巨人に奪われた自由を取り戻すため、そして人類をこの恐怖から解放するために戦い続けている。しかし巨人との戦いにはどうしたって犠牲がつきまとう。これまでも数えきれないほど多くの仲間が死んでいった。人類のために命を捧げた同志たちに報いる方法は巨人に勝利すること、ただそれだけだ。だからこそ私たちは巨人の研究をする。巨人に勝つために、仲間たちに報いるために。だから、つまりはそういうことさ。よし、今日は任務を成功させて帰ってパーッと祝勝会だ。さあ、そろそろ戦闘準備に移ろう。やってやろうじゃないか、二人とも。さあ、行くよ。研究は成功だ。絶対に失敗できない。あ、だからといって気が無理しないでね。リヴァイたちに怒られるのはゴリゴリだし。こっちに強い巨人がいるのかな。
って私だって。作戦に取り掛かるとしよう。お世話になりました。仲間を見殺しになんてできない。お待ちいたしました。研究も侮りそうだ。行くぞ、オニ君。
大成功だったね、モブリット。それから君もよくやってくれた。しばらくはゆっくり休んでと言いたいところだけど、そうも言ってられないよ。まだ今回の戦果をまとめる仕事が残ってるからね。君にも助手として手伝ってもらうよ。それが終わり次第、みんなでパーッと祝勝会取り行こう。さあ、二人とも、もう少しだけ頑張るぞ。
やるぞ。よし、もっと上がやばいってことだよな。行くぞ。よし、危うく死にかけたぜ。気にすんな。どうもする。よし、よし、やるぞ。アウト。すまない、必ず一緒に故郷に帰ろう。ああ、必ずだ。こんなところで死ぬわけにはいかねえぞ。いや、倒してやる。倒すんだ。もっと、いや、なるほど、パニック、分かったぞ。君の活躍、友達として誇らしいよ。いや、オーバーする。よし、オーバー。いや、オーバー対応しました。いや、なるほど。いや、よし、倒してやる。大きな仕事でした。いや、大幅テレトラックダイナーク分かった。もっと、いや、ポニック上手から出してみ。いや、倒してやる。ありがとう。普通のことをしただけだ、兵士としてな。やるじゃねえか。俺と同じぐらいにはやるやつだな。討伐する。いや、ほら、なんだよありゃ。味方さん、わかった。この辺で作戦に取り掛かるか。倒してやる。
このチビに助けられるなんてな、私もまだまだ甘いってことか。これで一つ貸したな、覚えとけよユミル。助かった。巨人どもをやっちまってくれ。
おっと、俺に任せとけ。ウェンダン、ヤバいってことだよな。なるほど。どうぞ行く、どうぞ行く。このチームに助けられるなんてな、私まだまだ甘いってことか。これで一つ貸したな。覚えとけよ、ユミル。倒してやる。とにかく、よろしくお願いします。
任務成功してよかったな。ん？あれは。坊さん様のお兄ちゃん、あっちの調査兵のお姉ちゃんに聞いたよ。この前も大活躍したんだね。本当にかっこいいな。あのリヴァイ兵長と同じぐらい強いんだもんね。当たり前だろ。なんて言ったって俺はリヴァイ兵長の後継者。分かってるよ。いいわけないよな。ごめんな。お兄ちゃんがリヴァイ兵長の後継者なんて嘘なんだ。俺は兵長になんて全然かなわない。ただの新兵なんだよ。え？新兵なのに任務で大活躍したの？すごい！期待のルーキーってこと？友達にも教えてあげなきゃ。どうやらあの子の夢壊さずに済んだみてえだな。そういえば俺がなんで兵士になったか話したことあったか？そうだ、前は話した通り立派な兵士になって村の連中を見返してやろうと思ってたんだけど、今はよ、必死であの子の期待に応えようと頑張ってたが、なんかそれとは別の気持ちでも兵士を続けようって思えてきたぜ。おっと、まだ礼を言ってなかったっけな。一緒に任務をやってくれてありがとうよ。
前意外に頼もしいんだな。すごいです、ケルガーさん。これが俺の実力ってやつですよ。いや、ケルガーさん、俺が知ってる。苦戦してんのか。言ってやらないとな。行くぞ。何行く。上がってこい。いや、もう。行くぞ。救援感謝する。いや、倒すために俺はやるでしょ。おっと、何苦戦してんのか。言ってやらないとな。いや、おっと、ありがとう。助けられちゃったね。俺はやるでしょ。倒してやる。行くぞ。倒してやる、エルガーさん。悪いな、コリー。お前
意外に頼もしいんだな。どうです、ヘルガーさん。これが俺の実力ってやつですよ。おっと、いや、センスがいいな。やるぞ。アクセルさん。よし。
すげえな。ふん。